眼科医の平松です。今日は黄斑変性を本気で治療したい人へってことで、黄斑変性って何とかそこら辺の方のお話ししようと思います。黄斑変性、黄斑変性って言われてる人がこれ見てることが多いと思うし、聞いたことあるけどどうなのかなって言ってみてくださってる方も多いと思うんですけど、広い範囲で黄斑変性っていうことと狭い範囲で黄斑変性っていうことが結構あります。広い範囲で黄斑変性っていう場合、黄斑っていうところに何かがある場合、黄斑変性って言ってます。じゃあ黄斑って何なのっていうと、これ目の玉を大きくした模型ですね。これをパカッと切って横から見るとこんな感じになります。で、目の前から光が入ってここに集まって物が見えるよっていうのが目の仕組みなんですけど、その真ん中中の真ん中のところにあるのが黄斑部っていうところになりますね。この黄斑部っていうところが変性変化しちゃうことを広い意味で黄斑変性って言います。ただ、もしあなたが黄斑変性で治療が必要です。目に注射しましょうとか、何か言われた、レーザーしましょうとか、何か言われた場合は、ちょっと狭い意味での黄斑変性のことが多いです。狭い意味での黄斑変性っていうのは、その中でも加齢黄斑変性っていう、加齢性黄斑変性、要は年齢によってなる黄斑変性っていうことが多いと思います。つまり、黄斑っていうところが悪くなる場合って、怪我で悪くなるってこともあります。はたまた、近視が原因で黄斑が悪くなること。これは近視性黄斑症とかって言うんですけど、すごい広い意味で黄斑変性っていう先生もいるわけですね。で、狭い意味で言うと、加齢黄斑変性のことを黄斑変性って略すことが多いんで、大体黄斑変性って言われた人の場合は、黄斑変性は加齢黄斑変性の方の話と思ってください。だから、よく皆さんがネットで調べると、なんか違う説明書いてあるなとか、なんかこれ、注射もいらないし、様子見ましょうって書いてあるし、なんだろうとか思っちゃうことがあるんですけど、これは広い範囲の黄斑変性で他の意味で書いてあったりすることもあるので、ちょっとそこ注意していただけるといいと思います。で、加齢黄斑変性ね、その中でも浸出性とか萎縮性って難しい言葉ですよね。申し訳ないけど、ね、簡単に言うと、じゃんじゃか悪くなって治療は、だけど使用があるものと、緩やかに悪くなるんだけれども、残念ながら現状あんまりいい治療法がないものを、浸出性と、いわゆる萎縮性っていう形で、浸出性というのが、よくメジャーで、治療の対象となっているものですね。こんな感じの漢字を書くんですけど、浸出性の加齢黄斑変性ですね。じゃあこの病気失明しちゃうの、日本人の失明原因第4位とかって言われます。じゃあそもそもこれ何なのとか、検査どんなことをして、治療はどんなことをして、いい薬は他にはないのとか、あとは絶対知ってほしい治療の選択肢や選択の方法っていうのを詳しく話していこうと思います。ちょっと長めの動画になります。で、ちょっと難しいなって感じると、僕もなるべく噛み砕いてはお話しするんですけど、難しいなって感じた場合は、戻ってみたりとかしてくださったりとか、あとは、黄斑変性不死で失明しないためにっていう本を、時事通信社さんからも出したりしてますので、見づらいかな。はい。なので、これ改訂新版として出しますので、それを見ていただけるともうちょっと、わかりやすく噛み砕いてはいますんで、ここでは動画でっていう風に、知っていただければなって思いますと。で、そもそも失明するのっていうことですけど、いわゆる浸出性、治療の使用のある加齢黄斑変性症にまず限ってお話をさせてください。その場合、失明することは極めて少ないです。言い方変えると、早期に見つかった場合ね、結構、悪くなってから見つかった場合はなかなか厳しいですけど、早期に見つかった場合は、9割方、現状維持はできるんじゃないかなっていうふうに言われてます。言い方変えると1割の人は、やっぱり今より悪くなって、最終的に失明する可能性もあるわけですけれどもね。で、だから、絶対失明しちゃう病気とか、そういうわけではなくて、きちんと治療しておくといい病気です。でも、なんか失明するってイメージがある患者さんもいるし、医者もすごく言います。それはなぜかっていうと、この病気自体は一応難病っていうのに指定されてますね。なので、なかなかこう難しい病気であると。その上、昔は治療の使用がなかったです。昔はたって、10年、20年前って言って言うほど昔じゃないですよ。その頃は、もうどうしようもない。もうこれもう、ほっとくしかないね。悪くなんだけど、我慢しましょうって言われてました。
ただし、まあ、ここ、まあ、5年10年ですかねぐらいでどんどん新しい薬が出てきて、もうそれこそ毎年のように治療がアップデートされてってるっていうのが今の現状事実です。なのであんまり諦めないで治療していただけると、まあ、より良い方法があるかなっていうふうに思っていただければと思います。で、加齢黄斑変性症って何なのっていうと、まあ、目の生活習慣病とも言われています。目の生活習慣病、これどういうことか、加齢、年齢でただなるんじゃないのっていうと、年齢でみんななるわけじゃないんですね。なりやすい人、タバコを吸ってる人、脂質って言って油分をよく取る人、男性とかになりやすいって言われています。もちろん女性でもなりますし、油取ってない人でもなるんですけど、要は、あなたの生活習慣が積み重なってなりやすいもんなんです。だから、健康的な習慣を取ってる人は悪くなりにくいし、そうじゃない人の方が悪くなりやすいってことがあります。で、これに関して言うと、サプリメントも比較的効果的なものがあるんじゃないかなって言われています。眼科医がおすすめするサプリメントって動画で、その中で具体的にこれとこれっていうふうに挙げてるんですけれども、まあ、例えば、まあ、オキュバイトとか、例えば、ルタックス 20V とか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、それはちょっと別の動画見ていただければと思いますけど、そういうものを摂取している方が悪くなりにくいとか、病気を発症しづらいっていうふうに言われてますので、そんなことも重要なんですよ。普通の病気でサプリメントがどうのこうのって普通言わないじゃないですか。なんですけど、それは比較的大きい規模のしっかりとした研究、まあ、ALEDS とかって言うんですけど、で、サプリメントも取った方がいいよねって言われてるんですよ。結構珍しい病気ですね。っていうぐらい、生活習慣がとても関係してきます。じゃ生活習慣って何っていうと、今言った食事ですね。で、サプリメントに頼ればいいわけじゃないんです。緑黄色野菜をちゃんと摂りましょう。ですから、緑の濃いお野菜を積極的に摂った方が悪くなりにくいですね。あとは、光を見すぎない方がいいです。まあ、例えばスマホとかパソコンは、まあですけども、まあ、例えば太陽とか、見すぎたりとかしたら良くないので、まあ、サングラスをするだとか、メガネとかで紫外線カットを入れてあげるだとか、まあ、それも非常に重要なことだっていうふうに言われているので、光をあんまり見すぎないっていうことになります。あとは、タバコをやめる。ね。まあ、これも基本ですよね。で、あとは、運動もした方がいい。で、運動の場合も、基本的には、有酸素運動ですね。歩くとか、ジョギングとか、そういうのを、週に3回30分やった方がいいっていうふうに言われております。で、それ以外にはないのっていうと、アルコール。アルコールの場合も、取りすぎると、加齢黄斑変性症の確率が3倍、4倍とかって言われている。あ、それは、目にいいアルコールの取り方どうっていう動画ありますんで、それ見ていただければと思うけど、まあ、基本的には、1日ですね、ビールで言うと1杯程度、焼酎とかいわゆる酎ハイで言うと、普通の缶だと1本は多すぎ、半分ぐらい、まあ、薄いやつ 3% とかそういうのだと、まあ、1本いっていいんですけど、まあ、ぐらいなイメージと思っていただければいいかなっていうふうに思います。だから、お酒とか、タバコとかは注意点ですね。コーヒーとかどうなのっていうと、まあ、コーヒーとかに関して言うと、まあ、1日 300mg 程度であると、300mg って言ったらカフェイン相当ですね。だから3倍程度だったら、まあまあいいかなっていうふうに言われてるって感じになります。っていうような日常生活の注意点がまずベースにあると。で、それでもちゃんと気をつけててもやっぱ悪くなる可能性があって、その場合、検査はどんなことしますかっていうと、普通ね、眼科の検査は視力検査っていうのがメインですけど、目の物を見る中心が悪くなるので、ここを細かく輪切りにした OCT って言って、まあ、CT の目板みたいな感じで、こうしてここを切ったような絵っていうのをよく見せられると思います。こんな感じで凹んでるのが、凹みが悪くなったねとか、むくんできたねみたいな写真を撮ることが、まあ、一般的になってきます。なので、OCT 検査っていうのはもうほぼほぼ必須になってきます。まあ場合によっては、暗記用 OCT って言って、血流見る検査とか、はたまた、蛍光眼底造影検査っていう、点滴しながら、血流見る検査とかもやることも結構ありますね。まあ、暗記用 OCT とかもまた別動画あるんで、まあ、ちょっとそれも見ていただければと思うんですけど、まあ、そういうことをすることで、チェックしてきます。なぜか、視力だけで言うと、ちょっとむくんでても視力が下がんなかったりとか、することなんですね。でも、目の奥が、悪くなる。まあ、加齢で黄斑が悪くなるとどうなるかというと、出血したり、むくんだりするんです。血が出たり、むくんだりして。でもって、物が歪んで見えたり、
視力が下がってきたりっていうことがありますんで、まあ、そういうのを定期的にチェックしていく必要があるんで、その写真撮ると。じゃあ、むくんでると視力下がるかっていうと、視力はまあ意外と下がってないと。じゃあ、そのままほっといていいかっていうと、そのままほっとくと、どんどん下がってくるってことがあるので、むくみも定期的にチェックが必要。で、これは眼科でやる検査なんだけど、自分でも定期的にチェックしてほしいんです。黄斑変性って言われた場合、左目隠して右目で見る。右目で隠して左目見る。で、アムスラーチャートって言って、まあ、格子状のものっていうのを見ていただけるとより良いんですけれども、まあ、お家にアムスラーチャートがない場合は、まあ、例えばカレンダーとか、あと株式欄とか、まあ、そういうのを見ていただけると、そういうアムスラーチャートの代わりになるので、まあ、そういうのを見ていただいて定期的にチェックした方がいいです。そうするとですね、右目で見て、左目で見てってやると、あ、意外と歪んでるな、そうだなっていうのがわかります。例えば、さっきの黄斑変性の本の中では OCT がこんな感じで写真で写りますよって。で、悪くなると、こんな感じになってきますよとか。ね、黄斑変性に似てるけど違う病気でこんなのありますよっていうのをお写真を載せている。で、アムスラー検査っていうのは、これですね。こんな感じの格子状。で、これが歪んで見える。まあ、この通りとは限らないですけど、まあ、歪んで見えたりっていうのがあるので、まあ、そういうのを見ていただいて、チェックしていただけるといいかなっていうふうに思いますと。で、じゃあ、今、こんな感じの検査をしまして、自分でも自己チェック。まあ、できれば毎日病気だって言われたらやってください。急に悪くなったら、早めに眼科行ってください。急な場合、急な治療が必要なことも結構あるんですよ。ちょっとこれも要注意ですね。で、治療は何をしますかってことですね。治療は何をしますかって、ね。これいろんな治療があります。飲み薬で行くこともあれば、まあ、目薬もまあ多少使うこともあります。で、一番多いのは注射ですね。目に注射するんですよ。まあ、ちょっと刺激的なんですけれども、目に注射をして治療するとか。あとは PDT とかって言って、まあ、点滴しながら目にレーザーを当てるとか。あとは普通のレーザーもすることあります。ただ、一番のスタンダードなのは目に注射をするってことです。いや、目に注射怖いよ。痛いでしょって思うかもしれないけど、痛みとしては基本的に普通の手に注射するのとあんま変わんないし、もっと言うと、目って目薬で麻酔してから注射できますんで、あれ注射あんま感じなかったって人も結構います。まあ、痛がりの人もいるんで、ちょっとそこはまちまちなんですけれども。で、注射は一回すれば効くかっていうと、そうでもないんですね。これ、加齢黄斑変性じゃないですか。つまり、年齢によって悪くなるんで、注射しても、じゃあ、落ち着きました。また年取りますよね。だから定期的な注射がある程度必要になってくるっていうのがちょっと厄介なもんです。で、具体的に言うと基本的には3回一番最初に、まあ、じゃあ例えば1月、2月、3月って注射しました。で、そっから先、じゃあどうしますっていうのがいくつか選択肢が出てくるんです。で、基本的には3つの選択肢があります。例えば2ヶ月ごとだとか、そういうふうに定期的にもう打っちゃいましょう。ずーっと。っていう方法。これは効果が高いけれども、注射の回数も結構多くなっちゃいます。で、それが一番効果高い方法。二番目に効果が高い方法としては、最初は1ヶ月ごと3回するじゃないですか。で、安定したら2ヶ月ごと。もうちょっと安定したら3ヶ月ごと。もうちょっと安定したら4ヶ月ごとって感じで、ちょっとずつ伸ばしていくって方法ですね。これも、まあ、ちょっと注射の回数は増えるけれども、効果としては、まあ、結構いいねって言われています。3番目の方法は、まあ、ある程度最初は頑張って注射して、まあ、ある程度落ち着いたなってなったら、悪くなったら注射。悪くなったら注射って方法です。この方法は、結果はちょっと悪くなる。代わりに注射の回数が減るっていうのがメリットなんです。だから、まあ、一番ね、ずっと定期打ちする人は、まあ、なるべく効果を良くしたい人。なので、一番多いのは、2番目の、だんだん間を空けることを選ぶ人が多いです。多いです。なんですけど、まあ、患者さんの都合によったりとか、によって、まあ、じゃあ、悪くなったら注射しましょう。その代わり、まあ、ちょっと効果落ちますよって言ってやる方もいらっしゃるんで、まあ、それはご相談に応じて、まあ、どちらの治療を選択していくかっていうことになります。なんで、こんな感じで注射の回数とかをいろいろ言うかっていうと、やっぱ目に注射するって嫌じゃないですか。っていうのが1点。2点目は、薬がめちゃくちゃ高いっていうのがあります。で、一本、まあ、高い薬で言うと、16万とか、17万とか、まあ、こんな感じの値段してくるんですよ。いや、そんな払えないよって思うんですね。例えば、1月、2月、3月って、まあ、3回やるってしますよ。例えば、片目だとしても、16万だとして3回したとしたら、48万かな？ん？うん、そうだな。うん、そんぐらいだ。してくるわけじゃない。これは、ダメですよね。高いですよね。
でもってさらに続けて打ちましょうなんて言ったら。でも一応皆さんは大体保険に入られてると思うんで、1割負担の方だったらその1割、3割負担の方だったらその3割、2割の人だったらその2割になりますよ。だから、まあ、例えばざっくり今の50万ぐらいかかるわけじゃないですか。なんですけど、まあ、1割負担だったら5万、3割負担だったら15万で済むわけで、まあ、それでもだいぶあのいろんな人の助けを借りての補助が出てますけど、言うても15万って結構高いですよね。まあ、安い薬もあったりするんですよ。例えば、その半額ぐらいのお薬とかも出てきたり新しくしてますんで、まあ、それで対応するっていう方法もあることはあります。ただ、効果として、いい方と、まあ、ほどほどの方とあったりするので、ちょっとそこが難しいんです。まあ、具体的に言いましょう。注射にも種類があって、ルセンティス、アイリーや、あとはベオビューっていうのがあったりします。あと、それとは別個に、まあ、ちょっと、仲間の系列でケナコルトとかってあったりするね。ケナコルトの場合はちょっと効き方が結構違うので、まあ、ルセンティス、アイリーやベオビューって、ベオビューっていうのはすごい効く。その代わり結構副作用も出るので、まあまあまあ結構悪い人に使うかなって。なので、まあ、ルセンティス、アイリーを使うことが多いですと。ルセンティスの場合は、まあ、いわゆるこう、ジェネリックみたいな感じでちょっと安いお薬も出てます。ただし、効果としては、まあ、アイリーよりちょっと劣るかなっていうふうには言われているところがあるわけなんですよね。だから、基本的にはやっぱりアイリーヤを使うことが多いかなと思いますけど、まあ、懐事情とか諸々によって、いろいろこう、治療の選択肢は相談していくってことは、まあ、正直あるかなと。まあ、例えば、こう、だんだん間を空けていくつもりだったんだけど、ちょっとお金的に厳しいから伸ばしてくれとかっていうことも今までのケースではよくあります。で、やっぱり、何かな。何のために治療してるかってことをやっぱりもう一回考えてほしいんですよ。私もあなたの目を良くしたい。まあ、これは一番なんだけれども、この時あなたの目を何のために良くするかっていうと、あなたの人生を良くするために目を良くしてるんですよね。もちろん失明して生活するってなるともうそれは厳しいわけで、それを抑えるための注射になります。でも、じゃあお金もすっからかんになって、家族関係も悪くなって、じゃあ目さえ良ければいいのかっていうと、それもまた別の話じゃないですか。ってなってくるので、ちょっとそこのバランスを相談させていただきながら、一番あなたの人生がいいには、どの治療がいいのかなっていうのを考えていただいて、まあ、我々は治療方法を提示して、あなたが、残念ながら私たちはあなたの目の病気には詳しいけど、あなたの人生や家族背景や資産背景は詳しいわけではないので、そこはある程度ご自分の判断に任せていただいて相談してほしいんですよね。一番あるっていうか今までそれでなかなか難しいなって思ったのが注射して頑張ってたんだけどやっぱりお金的に厳しいとか家族にいろいろ言われちゃうって言って急に来なくなっちゃう患者さんもいるんですよ。んで何年後かとか1年後とかに突然両方見えなくなっていらっしゃるんですね。でここから治してくれって言われても残念ながらこの病気は戻すのは厳しいんですよ。止めることは結構できても、悪くなってから戻してくれって言われると厳しいんですね。まあ例えばある患者さんとかだと、もともと 1.0 近く見えてて、まあ片方が 0.56 になってきてから治療して。で、それでなんとか留まってたんだけど来なくなっちゃって。まあ2年後かなぐらいにいらっしゃって、もうその時には両方 0.1 も見えてない。だから生活も周りの方がサポートしてってなって、まあちょっとね、そこら辺のご相談とかが、まあ、お互いうまくできればなっていうところは思うとこなので、まあ、そういう場合はちょっと相談していただければ。じゃあ、お薬も高いしどうにかなんないの？いい薬は出ないの？っていうと、今、ルセンティスだけが、その安いのがあるって言ったじゃないですか。アイリーヤに関しても、まあ何年後かにはなるけれども、安いのが出てくるみたいなんですよ。っていう見込みがある。まだ確定ではないけど、なのし、それ以外の新しい薬も実は開発中で、そうだな。5年以内に結構いろんなのが出てきます。なので、今は申し訳ないけどこんな治療しかない。申し訳ないけどこんな治療しかないけれども、きちんと治療して今の状態を維持していけば、新しい治療が出て、もっと良くする、もっと落ち着かせる、もっと楽でもっと安い方法が出てくることが全然ありますんで、そう思ってください。で、はたまたさっき言ったように 0.1 以下になっちゃったからもうガンガン行かなくていいんじゃない？もうこんなんじゃしょうがないよって思うかもしれないけど、これもまた、新しい治療って出てきてます。例えば、遺伝子治療とか、はたまた再生医療。まあ、よく、iPS って聞いたことないですかね。
iPS って、日本の山中教授っていうのが、まあ、開発されて、で、ノーベル賞をね、受賞されたものなんですけど、それの世界で初めて病気に対して使われたのはこの黄斑変性の病気なんですよ。で、現状、もうすでに日本ではそれが実用化されつつあるので、すごく悪くなった人でも回復する見込みとかもありますので、諦めて眼科に行かないっていうのはやめといてほしいんです。定期的に見ておけば、そういう治療も出てくるっていうことがあります。っていうふうに、治療の選択肢、絶対知ってほしい治療の選択肢として、今後の治療っていうのもいろいろあります。例えば、この本で紹介しているものとしては、他に、すいません、表紙ね、新しいバージョンとかもあるんで、これでない表紙も あると思ってください。ごめんなさい。では、例えば、再生医療だけじゃなくて、網膜チップって言って、まあ、いわゆるこう、機械的なものとか使ったりとか、まあ、あとは生活の他の注意点とか、まあ、こういうふうに、しておいた方がいいよとか、こういう心持ちを持っといた方がいいよとか、まあ、そういうところとか、そういうのも細かく書いてありますので、それもちょっと見ていただけるといいですけれども、まあ、なくても、まあ、この動画でも、まあ、ざっと全体背景を知れるので、まあ、何よりも注射の治療が結構メインになってしまう。結構辛くて患者さんにとってみると、いつまで治療しても良くならないよ。こんなのいつまで続けるんだって思っちゃう病気ですし、その気持ちもとってもわかるんですけれども、諦めてしまうのも本当にもったいないな。せっかくこういう治療が出てきたんで、昔は本当にどうしようもなかったんですよ。で、ね、もう年なんだから見えなくてって、皆さんおっしゃるんだけれども、いや、それで見えなくなったら、自分もやっぱ大変だし、周りの人も大変になって、お年だからこそ、なかなかこう、なんていうかな。新しい環境になれないってところもあるんですよ。例えば、10代で見えなかったとしても、点字覚えて、何々しててできるかもしれないけど、じゃあ、ね、ある程度年齢になって新しいことをどんどん覚えてくって、まあ、結構それも難しいところなので、ちょっとそれのも知っていただければと。じゃあ、それでも悪くなっちゃった場合どうするのっていうと、ロービジョンって言って、見えないなりにどうやって目を使うかっていうのもあります。で、それはまた別の動画でも紹介しているので、まあ、そういうのも見ていただけるといいんですけれども、まあ、こんな感じで、いろんなやるべきことっていうのもありますので、それを参考にしていただきながら、ちょっとでもいい方法っていうのを見ていただければと思います。そういうのを参考にして、日常生活をより良くしていくために、ぜひぜひ治療していければと思うんで、今後ともよろしくお願いします。